荻野選手がツイッターでサッカーができなくなると自分には他に何があるのかと考えた時に何もなさすぎて怖くなったって書いてたんですよね。まあその通りですよね、やっぱり、うん、やっぱり僕高校卒業してもすぐ、まあ、Gリーグ入って、はい、やっぱり学歴も高卒なわけで、うん、特に何をしていたかって言われたらほんまに今まで高校卒業してからサッカーしかしてこなかったんですね、うん、10年間、うんうん、でしかも、まあ、Jリーグ、東南アジア、アマチュアと、まあ、いろんなところでやってきて、うんうん、で、今回の、まあ、今働いているところも、まあ、チームの、まあ、スポンサーなんで、はい、やっぱチームがあって紹介してもらったという形なんで、ほんまに今自分サッカー取ったら何が残るんやろうなっていうのは、うん、別に仕事でそんなにできるわけでもないし、今、まあ、営業やらせてもらってるんですけど、そんな営業が抜群にできるってわけでもないですし、資格も持ってないし、勉強もそんなにやってこなかったんで、まあ、できるわけでもなくて、で、ほんまにサッカーっていう一つの自分の中の一番大きいものを取られた時に、ほんまに何も残らないなと思って、ほんまにこれの恐怖ですよね。そういうふうに初めて思った感じですか？今までやっぱ自分な結構、まあ、なんとかなるやっていうんで、うん、まあ、海外に行った時も、うん、まあ、なんとかなるかっていう気持ちで、うんうん、別に代理人とかもつけずにアポなしで、うんうん、チーム練習参加して、まあ、契約するみたいなそんなスタイルとかでやってたんで、うんうん、で、まあ、なんとかなるかっていうんで、まあ、カンボジア行ってで、まあ、それで日本にも帰ってきてもなんとかなるやろうなっていうので、うんうん、日本に帰ってきたんですけど、うんうん、で実際まあまあ、なんとかなったんです今までは、うんうん、まあ、サッカーっていうものがあったん で、うん、で仕事もまあ紹介してもらって、はい、まあ、サッカーなくなった時にそんな自分に何ができるかって言ったら、うん、もう何もないですよね。うん、スポンサーって言ってもサッカーに関係ない仕事なんで、別にサッカー選手だからって給料が高いわけじゃないですし、うん、10年、丸10年サッカーしかやってこなかった自分がちょっと悔やまれるなってのは、そうなんですか。ありますよね、はい、サッカーしながらやっぱ他のことしといたらよかったなと思って、もっと、うん、それはやっぱり今できないから思うっていうところはありますよね。でもね、それはありますね、やっぱり、うん、やってればサッカーがあれば、うん、はい、ないからないからないからやっぱりこういろいろ考えちゃって自分の生活からサッカーが完全に抜け落ちてる状況になっちゃ、なっちゃった時にそういうふうに思って、はい、素直に思って、素直に思いましたね、初めて。もしかしたらその荻野選手と同じようなことを考えてるとか思ってる、うん、選手いっぱいいるかもしれないですね。まあ、まあ、いるとは思いますね、やっぱり、うん、地域リーグもそうですけど JFL とか J3 の選手も働きながらプレーしてる選手いっぱいいるじゃないですか。で、まあ、そうですね、で、そういう選手もそうだし、まあもしかしたら J2 とか J3 であのサッカーだけの生活をしてる選手だったら もっと持ってるかもしれないですね。まあそうですね、うん、仕事があるかもしれないですね。じゃあ何かこう頭を切り替えて新しく何か資格取る勉強を始めるかっていうと、そこまでこう腰が上がるかっていうその、はい、ね、間にいて荻野選手がそういうふうに考えるっていうのはものすごく共感する人は多分多い気が僕はしますね。今までやっぱ思ってても結局さっきも言った通り、やっぱシンガポールいたんで英語もちょっと勉強したんですけど、うん、やっぱなかなかもう続かなかったですね。で今回ちょっとまあ自分妻はカンボジア人なんで、さすがにこの機会にまあこのクメル語って言うんですけど、はい、クメル語勉強して、うん、まあ自分に役立つようにしないといけないなってことで、うん、まあ最近はほんまに、まあ、1ヶ月は続いてます、うん、勉強が。あの読み書きできなくても、うん、ちょっと単語覚えたら話せたらいいやと思ってたんですけど、はいはい、実際僕もそうやってシンガポールでもカンボジアでも生きてきたんですよ、うん、もう身振り手振りとちょっと、うん、まあ、勢いと単語だけで、うん、ただそれだとちょっと限界があるってことに気づいて、やっぱりその文字覚えないと発音もわからないし、うん、1個上2個上に進めないんで、うん、なんかそういう教科書みたいなのがあるんですか？そうですね、買いました、珍しく。あ、教科書を買ったんですか？教科書みたいな本買いました。もう何年ぶりかぐらいに本買いました。で、わかんないところは奥様に教えてもらったりしながら、ね、はい、クメール語をこうノートに書いてる写真を荻野さん上げてたから、あの見ましたけど、はい、まあ、まあ、なんて書いてあるか全然わかんない、はい、あのいや、僕も
調べましたけど、それでも何か分からなかったんで、一番最初。ね、文字としては、なんか、こう、ぐにゃ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 ってなってて、こう、はい、本当に日本人からすると、最も難解な感じの文字ですよね。はい、うん、書けないですよね、うまいこと、そのなんか、ちょっと、うまいことカーブ描いたりだったり、なんか難しいですね、あれが。1ヶ月やって、だいぶ。だいぶ上達した感、はい、上達したっていうか力は伝えついた。だいぶ上達してましたね。うん。じゃあ、はい、たまに奥様とこうクメール語で会話したりとかもしたり、練習したりとかしてるんですか？たまに使うと、もう全然発音違うからやめてって言われますね。厳しいんです、うちの方は。あ、厳しいんですか。荻、はい、野選手はブログをやってらっしゃるじゃないですか。ああ、まあ最近かけてないですね。最近かけてないけど、すごく面白いブログで、あ、サッカー選手がこういうこと書くんだって、私は最初にそれを知った時に、結構前ですけど、はい、あ、面白いなと思って見てたんですけど、はい、ありがとうございます。そこで、奥様とこの出会いのこととかも書いてあって、で、はい、荻野選手がカンボジアにいた時に、はい、日本語学校の先生をちょっとやってたんですよね。やってましたね。はい、アルバイトで4ヶ月ほどで3ヶ月やってました、ね。その時に奥様は日本語を勉強する生徒さんとして来てた。そうです。女性で。で、はい、荻野選手が先生を辞めた後に付き合い出すんですよね。まあ、そこが辞めたのでちょっと言いたい。まあまあ、正確には言いたい。ただ、まあそこで出会って、そこで出会って、はい、まあだから最初は奥様も日本語は喋れなかったけど、もちろん全然喋れなかったですね。でも、はい、日本語勉強したいって思ってて、それはやっぱり日本で働きたいとかっていうのがあったんですかね、奥様は。もともと日本にその行きたいっていうのがあったんですよ、うんうん、よくある技能実習生ってやつで行きたかったんですけど、うんうん、まあ行けなくなってそれでもやっぱり日本っていうのが捨てきれなかったんで、うん、ずっとまあ日本語学校で、うん、じゃあそこで、まあ、まず自分の力つけていこうっていう感じで日本語の勉強を続けてて、で、まあ、そこで、まあ、荻野選手と運命の出会いをするっていうことなんですけど、まあ、はい、まあ、そうなりますね、はい、だから最初は荻野選手と奥様は何語で喋ってたんですか？最初は英語ですね。お互い英語は喋れないんですけど、その簡単な英語だけで。簡単な英語でコミュニケーション取って。本当に簡単な英語だけでコミュニケーション取って、簡単な英語とほんまに簡単な日本語。その2つですね。でも英語の方が。あ、そうか。日本語勉強してるから日本語も少しわかるわけですね。ほんまでも本当に初歩的なことですけど、うん。で、だん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 じゃあその日本語のパーセントが増えていくっていう感じなんですかね。そうですね。徐々に。今は大体日本語。はい、今 100% の日本語です。100%。ああ、じゃあすごいですね。はい、そういうふうにやっぱり家族で会話してると、やっぱり上達もすごく早いなと思いますか？奥様見てて。やっぱそうですね。会話が一番上達しますよね。うん、やっぱ日本語学校で結構まあ書いて覚えてた、うんうん、いたんで、書くのはできたんですよ。うんうん、ただ喋るのが全然できなくて。ああ、まあ相手がいないですね。その中で、はい。それで、まあ、実は喋れない状態で、ちょっとまあ一緒に住むことになりまして。あ、そうなんですね。はい。意思疎通してないと一緒に住んでまして。ドラマみたいですね。いやー、まあそうですよね。うん、なんか、よくそういうのあるじゃないですか。いや、お前、今思い返しても、まあ、なんか説明するの難しいですけど、結構すごかったですよね。うん、いろんなことがあったんで。うん、外国人の人と、お付き合いしたり結婚したりっていうこと自体がいろいろ大変だと思うんですけれども、そこに言葉っていうのが当然あって、コミュニケーションが、ね、上手に取れなければ、意思がこうあんまりこ うまく伝わらなくて、よく喧嘩したって書いてたから。でもしょっちゅう喧嘩ですよ。うん、まあ、思いが伝わらないってことですかね。僕の思いも伝わらないですし、うんうん、全然、うん、でも相手もうちの全然何が言いたいかわからないし、うんうん、それを言葉で表現できないんで、やっぱり、うんうん、お互い最初は英語でもやっぱりその二人とも英語が得意なわけじゃないんで、うんうんうん、大事なとこは伝えられないし、うんうんうん、で僕は日本語で難しい言葉で伝えてもあっちはえってみたいな感じですし、うんうんうん、
まあ、それがほんまにそうですね、めちゃくちゃしんどかったですね。でほんまに喧嘩ばっか、会うたび喧嘩です最初の頃あ、そうですか。でも、はい、それで結局結婚して、で今一緒に住んでる、はい、まあ日本で一緒に住んでるわけじゃないですか。で、はい、奥様は奥様で仕事して、で荻野選手はサッカーしながら仕事するっていう生活になって、はい、もうだいぶ喧嘩は減りましたか。まあ、だいぶマシにはなりましたけど、たまにえげつない喧嘩がありますね、やっぱりまだ。でもやっぱり喧嘩してもずっと一緒にいるっていうのはやっぱりお互いに、すごくこう惹かれ合うものが強いんでしょうね。まあそうですね、うん、僕もやっぱり最初は結婚なんてしないと思ったんですよね、やっぱり。あ、そうなんですか。一緒に付き合っていたんですけど、奥様とね、はい、うん、結婚なんてしないと思ってて、それでもやっぱそのカンボジアで僕が結構3回ほどもう病院に運ばれるような、うん、まあ、病気だったりになって、やっぱその時にやっぱそばにいて全部助けてくれたんでね、うん、そこでやっぱ一気に引っかけましたね、うん、まあ、そういう風にやってくれる人は、はい、そうですね、彼女しかいないって多分思ったんですよね、その時にね、荻野選手は。そうですね、うん、僕はもう一人でちょっと共に暮れてる時に電話したら仕事を辞めてまで、うん、看病しに来てくれたりとかもあったんで、うんうん、やっぱり、まあ、そういう思いがそこは伝わったんですね。そうですね、うん、思いが、はい、でも言葉より、そうやって今度、はい、あの今荻野選手はクメール語を勉強してるじゃないですか。で、はい、まあ、日本にいるからなかなかそのカンボジアの人と話す機会っていうのも奥様しかいないから、ものすごく奥様みたいにどんどん上達するかどうかは分かんないですけど、今、まあ、カンボジアもそうですけど、あの日本から東南アジアの国に行ってプレーしてる選手ってたくさんいるじゃないですか。多いですね、はい、この試合もいっぱいいますよね、はい、でそういう選手たちってそんなに長くやる職業、はい、仕事ではないから、まあね、その一番いい時期とか一番自分がこうエネルギッシュにプレーできる時期の3年とか4年とかっていう長さで、いるんだけど、まあ、多分その間に言葉がすごく上達する人としない人といっぱいいると思うんですけど、あ、うん、それは両極端ですね、ほんまに。同じリーグに日本人の選手いたりすると、はい、やっぱりどうしてもその日本人の選手とつるんじゃってとかね、まあ、そうですね、はい、うん、結果的にあんまりこう現地の言葉とか、はい、現地の文化とかっていうのにあんまり触れないまま日本に戻っちゃう選手もいっぱいいると思うんですけど、今、まあ、はい、荻野選手の立場ですか、シンガポール行って、はい、1回戻ってきて、でカンボジア行って、はい、カンボジアで3シーズンくらいか、2シーズンと、そうですね、ちょっと開幕する前に退団したんで、あ、そうです、はい、ほぼ2週ですね、はい、と日本に戻ってきて奥様と結婚して FC 徳島入るっていう、はい、そうです、今、はい、地域リーグの FC 徳島にいるっていう、その選手、はい、J リーグのセレッソにいた選手でそういう経歴を持ってて、しかもクメール語が喋れるってなったらすごいと思うんですよね、まあ、いろんな、そうですね、経験だったり、いろんな、うん、なんか、まあ、特技守ってるってことになりますよね、やっぱり、うん、だから多分能力としてなかなか普通にはいないんじゃないですか、一般の社会には多分いないですよ、はい、あのもちろんそのカンボジアにサッカーじゃない仕事で働きに行くビジネスマンとかいると思いますが、それでもやっぱり通訳とかつけて仕事してたりすればあんまり現地の言葉を覚えずにね、英語は喋れるけどみたいな、まあ、そうですね、うん、はい、だからなんか私は今そのまだ荻野選手はクメール語を自分のものにできてるっていう実感は多分ないと思うから、この先これが今回のこのコロナでこう休んでる期間中にちょっとやってみようと思ったのが1ヶ月続いてるって言ったじゃないですか、でこれが3ヶ月続いて半年続いて1年続いてて勉強がですよ、勉強が続いてった時に武器身につけた感じになると思いません？まあそうですよね、うん、実際、まあ、サッカー選手に、まあ、限定すると、うん、やっぱ喋る選手ってやっぱ少ないですよね、うん、まあ、一人二人結構喋る選手がいましたけど僕の時も、うんうん、あとはやっぱみんなやっぱ日本人もぼちぼち10人ぐらいいるんで、
うん、そこでやっぱり日本人同士で、まあ、さっきも言ってたように固まってしまって、うん、まあ、喋らないかったりするってことが、まあ、まあ今そうかわかんないですけど、うん、僕のいた時は多かったんで、うん、外国人と絡むようにしてたんですよ、うん、なんかそれはあのブログからも感じられますよ。なんかすごくね、現地の人、はい、あの地元の人の家行ってなんかいろいろなことをトライしてみたりとか してるじゃないですか。なんかもうなんかこうサッカー選手のブログっていうよりも、クレイジージャーニーですか。あ、クレイジージャーニーみたいな感じ好きでしたね。あれに感覚的にはちょっと近くないですか。ちょっとそうですね、まあ、サッカー選手なのにバイクで9時間乗ってカンボジア移動してますから絶対サッカー選手やったらダメなんですよ、ね、そんな。でしょ、怪我の隣に合わせたこと。でもクレイジージャーニーじゃないですか、それって。そんなことやばくやったんで。うんうん、でも、それって多分、荻野選手のパーソナリティでそういうふうにやってるんだけど、さっき最初にサッカーがないと何が残るのかなって、不安になったって、怖くなったって言ってたけど、はい、なんか、僕からすると、まだ荻野選手、の年齢でそれが身についてるってすげえことだなと思っちゃうんですけど。ありがとうございます、うん、例えばまあすごくね浅い感じですけど、カンボジアでチームが決まんなくてっていう話してたけど、その中でこう、はい、なんか変な代理人の話も書いてたじゃないですか。あれですね、はい、ブログで書いてある、まあ、もちろんいい人もいるんですけどね、うんうんうん、それは、うん、まあサッカーの代理人じゃなくてもなんか例えば、はい、カンボジアのサッカーを日本にこう紹介する役割とかね。まあでもそういうのはやってみたいですよね。やっぱりせっかく、うん、まあ、カンボジア人と結婚して不明も今勉強してますし、うん、やっぱり一応、まあ、一応まあ元 J リーガーなんで、うん、そういうちょっとつても、まあ、多少なりとあるわけなんで、うん、まあカンボジアって言ってもヨーロッパ行くよりは近いわけだから、そうですね、はい、だからそこにもうサッカーの世界あるんだって分かることで、いろんな選手たちがそれをこううまくそのマーケットを使うこともできるかもしれないし、はい、日本のサッカーを見ているファンの人たちとかも、あ、そんなサッカーの世界あるんだ、面白いねって言って興味持って、まあ、カンボジアは観光国でもあるから、はい、そうですね、いろんな遺跡とかそういうのと一緒にセットでね、観光旅行に行くとか、はい、そういうのもなんかサッカーを切り口にそういう観光旅行をするっていうのもね、東南アジアの国に行くっていうのもなんかいいなぁなんて思ったりするんですけどね。その時に荻野選手みたいな J リーガーだったクメール語も喋れる奥様がカンボジア人の人がいると多分すごい安心すると思うんですけど。やっぱ将来向こうに住んでみたいですよね、もう一回。あ、そうなんですね。うん、はい、そのために一回日本に来たんで。あ、そうなんですか。それはどういう意味ですか。はい、やっぱり自分のやっぱ妻の方に日本の経験をしてほしかったんですよ。ああ、日本で生活するっていうのね。はい、生活するっていうのと、あともっと例えばカンボジアで日本の企業にもし就職できるとなれば、やっぱり日本語が上手だったり、その、うん、まあ日本語検定ってのがあるんですけど、検定持ってた方が絶対この先有名なんで、それのために一回僕はこうやって一緒に日本で暮らそうって言って日本に今いるんですよね。で、僕もこうやって社会、今回まあ初めての正社員として働いて、まあいろんなまあ社会経験もさせてもらってますし、うん、そう、そのあたりでちょっと私が聞きたかったのが、はい、カンボジアから日本に戻ってくる時に、はい、去年の春ぐらいだと思うんですけど、そうですね、はい、3月ぐらいにご結婚されて、はい、でその後5月に徳島に入るじゃないですか、はい、で、まあ、その間にはカンボジアから奥様一緒に日本に来て一緒に住みたいんだけれども、結局、はい、まあ、ビザとかの問題があってこう、そうですね、長く住むことはできないわけで、はい、その時に荻野選手は自分が正社員として雇用されている身分を得るっていうことが必要になったっていうことですかね。そうですね、やっぱり保証人にならないといけないんで、うんうん、やっぱその保証人になるためにはやっぱりそのしっかりとした、うん、なんていうんですか、もう職についてないといけないっていうのが必要一つなんで、それだとやっぱりこう、例えば、はい、
まあ、FC 徳島じゃなくても例えば地域リーグとか JFL のクラブから、はい、それだけでは生活できないぐらいの収入はもら、お金はもらうけれども、まあ、それとは別に空いた時間にサッカースクールのコーチやったりとかっていうのをやるっていうのでは弱いっていうことですよね、はい、そうです。一応そういうチームも何チームかお話をいただいてたんですよ、うんうんうん、帰ってくるときに、うん、まあ、同じ地域リーグの 何チームか、うん、まあ、ちょっとまあどちらかで言ったらサッカーでちょっとお金をもらいますと、うんうんうん、でそれで、まあ、それだけではやっぱちょっと、まあ、少ないんでってことで、うんうん、まあ、アルバイト、まあ、紹介、サッカースクール紹介してますっていうチームは、うん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 、FC 徳島より正直言って、まあ、地域リーグの中でも大きいチーム、うんうん、強いチームから話をいただいたんですけれど、うんうん、まあ、今回その一番はやっぱり一緒に日本で住むっていうことだったんで、うんうんうん、で FC 徳島は、まあ、しっかりそのビザのことを、正社員っていうのでちょっと斡旋してくれるってことだったんで、うん、そうすると、そこで、はい、奥様と結婚されてやっぱり自分がサッカーは続けるんだけれども、はい、続けるそのやり方、こうある程度自分でこうデザインしないとダメだなっていうのがこのカンボジアから日本に帰ってくるタイミングではあったっていうことですよね。そうですね。それまではさっきカンボジアに行く時とかもなんとかなるって思って、そうですね、はい、突進してってたけど、やっぱりそうですね、結婚して初体を持ったことで当然その家族っていうことになる、から夫婦っていうことになるから、はい、夫婦の幸せを追求していこうと思った時には、まあ、奥様に日本語の力をつけさせたい、そのために日本に住まなくちゃいけないって考えて、じゃあな、はい、どうしたら日本に住めるのかなっていうところから逆算して、プレーする場所を荻野選手は選んだというか、そうですね、まあ、そういう、はい、オファーをしてがあったので、それにじゃあ乗ってみようっていう判断をしたっていうのが、はい、FC 徳島に加入したすごく大きな要因っていうか理由。そうですね、はい、その時っていろいろ多分葛藤はあったと思うんですよね、プレイヤーとしては。まあそうですよね、やっぱり、うん、ずっと高校生からセレッソに入ってたから、はい、まあ、C 契約、はい、そうですね、で、まあ、はい、まあ、3年間は契約しなくちゃいけないから、まあ、3年間っていう、はい、まあ、そこからもシンガポール行ったりずっと要するにプロサッカー選手としてやってた。そうですね、はい、サッカーが収入源だったわけじゃないですか。で、そうですね、基本はそうですね。そうですね。でそれがこうカンボジアから日本に帰ってくるときにそうではなくなる、サッカーはやるけれどもそうではなくなるっていうところでは何かこうその時に何か思ったこととかって今でも覚えてることありますか？やっぱ仕事で正社員でどちらかといったら仕事の方に重きを置かなくちゃいけなかったんで、うん、今までやっぱりサッカーでどうやってサッカーで生きていく、どうやってサッカーでお金をもらうっていうのしか考え、うん、っていうのばかり考えてたんですけど、うん、それが一気になくなったんで、うん、自分の中で、うんうん、やっぱりしっかり、まあ、家族も養うために、まあ、仕事しなくちゃいけないってなって、うん、そこでやっぱり一番最初はサッカーの熱がちょっと落ちましたね、うん、逆に僕は、うんうん、でやっぱり仕事もやらないといけないですし、もちろん仕事でやっぱ収入得てるわけなんで、うん、サッカーで収入得てなくて、うん、まあ、生きるためにはじゃあどっちを頑張るんだって言われたら、うんうん、今は仕事頑張らなくちゃいけないのかなとか思ったりして、結構去年の最初の方とかはやっぱサッカーに身が入らなかったですね、うん、なかなか。それはまあなんかこうちょっと戸惑ってるようなあれもあった、まあ、それもありましたね、うん、はい、なんかどう向き合っていいのか分かんないというか、分かる、サッカーとどう向き合っていいんだろうって、うんうん、仕事とも、なんか今の自分の人生でどうやって向き合っていいのかと、うん、ほんまに分からなかった。その時はやっぱり本気でサッカーやろうと思ったらそれなりにこう体にとってはすごく過酷なことを課さなくちゃいけないじゃないですか。そうですね、だからそこに踏み込むのには相当のモチベーションがないとなかなか難しいっていうことですよね、はい、うん、でもそれが、はい、そうです、最初はそうですね、うん、それでお金もらってるからっていうのがずっとあったから、そうですね、そこがこう全部のこう動機になってたけれども、それがポンって取り除かれて、はい、それ以外にここで収入が得てるんだよっていうのがポンって現れたことで、えっていうね、当然ですよね、はい、それはね、うん、はい、でそれがこうシーズン、まあ、5月って
コーチの場合だと開幕してすぐぐらいですかね。そうです、僕がそうですね、4月の中旬ぐらいですかね、うん、で一応チームには合流したんですけど、うん、開幕して1試合2試合目ぐらいで、うん、でも登録がなかなかできなくてですね、うん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 、登録が1ヶ月半ぐらいかかりまして、やっぱりカンボジアとやっぱ教会と日本のその間で国際移籍だからね。そうなんですよ、うんうん、それがなかなかカンボジア側で、うんうん、いやなんか進まなくて、まあ、それが進んだのが、まあ、天皇杯の1回戦ぐらいだったんで、うんまあ、5月の、まあ、下旬とかになって、うんうん、まあでも正直まあその時はまだ自分の中では、まあ、サッカーはもうやっぱお金もらえてないし、正直もう今はもうサッカーはいいんかなとか思いながらずっとで、まあ、で登録されても、まあ、やっぱ最初はやっぱ試合じゃ出れないじゃないですか、やっぱり、うんうんうん、やっぱ登録してすぐだったり、元々のしかもゴールキーパーだから、はい、そうですね、元々、うん、そうなんです、うん、そういうのがあって、まあまあ、最初はベンチ外で、でベンチに入って、うん、まあでも後輩キーパーも頑張ってるし、まあ、僕もこんな気持ちなんで、うんまあ、正直まあ試合に出てもいいんかなとか思いながらずっとまあサッカーしてて、でまあやっぱりある日はやっぱきっかけに自分に出番が回ってくるんですよね、うん、1試合でまあちょっと複雑な気持ちでまあ試合するんですけど、やっぱ試合に出ると今までの感情が戻ってきますね、やっぱその、まあ、お金はもらえてないですけどサッカーで、うんまあ、そのサッカーというものに対しての熱っていうのがやっぱり一気に戻りましたね。そこでその初めて試合に出た時、初めて試合に出た時もですし、その初めて出た時は勝ったんですけど、うんまあ、その次の試合がコーチとの、うんうん、コーチライトの試合で、うんうんうんまあ、お互いどうしても勝ってる中で、うんまあ、正直もうここで落としたらもう優勝がないっていう、うんうんうん、前期の高知戦でっていう状況で、うん、もう僕も、まあ、試合に出ることになって、うん、やっぱ結構いい試合してまして、1点取られて、まあ、1点取り返して、でもう1回1点取られてって、まあ、やっぱそういう緊迫した状況で、うんまあ、もうやっぱりなんていうんですかね、今までの、まあ、結果は1対2で負けたんですけど、はい、その勝負へのなんていうんですか、今までやってきたものが、勝負っていうものにやっぱり気持ちが燃えて、うん、あ、まあ、これがサッカーなんやなっていう、うん、正直今までお金だけで見てきたけど、うんまあ、これもこういうサッカーの形もありかなっていう、うん、正直、まあ、アマチュアっていう形でもやっぱりそうやって本気でサッカーやってるんだから、みんなも僕もやっぱそうやって、まあ、お金がもちろんまあ正直大事だっていうのもあるんですけど、うんうんうんまあ、お金だけじゃなくて、まあ、サッカーの、そういう自分たちの気持ちっていうのが、うん、やっぱり徳島に来て感じることができましたね。その感覚っていうのはプロになってからはなかった感覚ですかね。やっぱプロの時はやっぱり試合に出て、まあやっぱり活躍してステップアップしてお金もらってっていう形で僕の中では描いてたんで、うんうんうん、僕の中ではやっぱお金っていうのがやっぱりありまして、だから逆にシンガポールも行きましたし、韓国でもったりしてね、日本でのプロだったら正直、まあ、厳しいっていうところだったんで、うんうんうん、まあじゃあいかにどうやってお金をもらいながらサッカーをするかっていうことでシンガポール、カンボジア、うん、といっても、はい、まあお金もらいながらサッカーしてたんで、うんうん、やっぱ自分それがやっぱりそのアマチュアで自分と向き合った時に、その純粋にサッカーっていうなんていうんですかね、ものと向き合った感はありますね。もともとその少年時代とかその、はい、高校生の時とかにそれに近い感覚で多分サッカーってやってるのかなと思うんですけど、まあそうですね、うん、はい、なんかそうですね、それはありますね。それがまあ高校3年生ぐらいになると少しねプロになろうかなみたいなのがちょっと意識 しだすのかもしれないですけど、特に荻野選手の場合はね、あのいくあの年代別代表にも入ったりしたから、だから余計に多分そこは
ね、プロの周囲からも期待されてただろうし、でもそれがこう今ある意味でじゃあサッカーと大人になってから初めてそういうお金とかそういうプロとかそういうのないけれども、やっぱりこうピッチに立ってゴールマウスの前に立ってるあの感じはすごく心地いいっていうか楽しいっていうか、そういう感覚はあるんですかね。そういう感覚ですね、うん、本当に、うん、国体も全社もチケットも、はいはい、まあ、新英雄で出る大会はほぼほぼ全部出た、出させてもらって、うん、そうですね、出させてもらって、しかもそこでもスタメンで自分でゴールマウス守ってたんで、うん、やっぱそこはやっぱりそういうの大会とかに出だすとやっぱりもっと自分への責任感っていうのが生まれてきましたね、うん、今まで正直まあ、J リーグの時も若かったですし、まあ、シンガポールの時も若かったですし、うん、なかなか責任感っていうのがなかったんですけれど、まあ、今のチームの中だったらやっぱり、まあ、プロ経験してる選手も少なくて、うん、僕もまあ今年29で年齢的には上から数えた方が早いですし、はい、やっぱみんなもそういう目で見てるわけなんで、うん、やっぱり元プロ、元 J リーガーっていうところでやっぱりそこの自分がチームを引っ張っていくっていう、うん、そういう気持ちが今回はまあ芽生えたと同時に、うん、だからこそ試合でいいプレーしないといけないっていうプレッシャーもそうなんですね、うん、そう、ここで出てきましたね、やっぱり、うん、いろいろこうカンボジアに行ってまた日本に戻ってきて環境の変化、家族、夫婦もでき、夫婦にもなってっていう、うん、本当に去年はすごくいろんなことがあった1年だったと思うんですけど、まあ そこからこう満を持してこう2年目徳島でっていうところでまたこういう、まあこれは大井野選手だけじゃなくてもう世界中の人が今困ってる問題ですけれども、もちろんカンボジアの人も困ってると思うんですけれども、まあ、そうですね、はい、そういう状況になってまた新たなこう荻野選手のこう苦悩というか苦悩なのか、まあ、いろいろこう悩みっていうのが、さっきのそのツイートにも現れてたのかなと思うんですけど、ね、この先、まあ、今リーグ戦がいつ再開するかもわからないですし、こう何かこうこうなりたいああなりたいっていうのはやっぱりさっきお話してくれたみたいな、そのカンボジアと関連するような何かをやっていきたいみたいなイメージは漠然と思います。それも漠然と、はい、うん、あります、ね、うん、やっぱ日本にいたとしてもやっぱり妻の国とは関わっていきたいというのはあるんで、うんうん、できますからね今ね、まあ、そうですね、はい、いくらでもこうインターネットでこうやってつながることができるし、はい、まあ、直接そこに行かなくてもね、うん、なんか私は別にそれでこれが答えだとは言いませんけれども、荻野選手にはいろんなものがあるように思うんですけどね。まあ、いろんな経験をしてきてますからね、うん、いろんなものがなんかこう何もなさすぎてっていうのは本当にこう過小評価しすぎてて自分のことをなんかこう本当に背負ってるものもあるし、こうやりたいっていうのも漠然としてはいるけれども実際にもう動いてるっちゃ動いてるの で、まあ、そうですね、だって奥さんが、ね、はい、日本に連れてくるって結構大変なことだったと思うんですよ。まあ、めちゃくちゃ大変でしたね。でしょ、大変だったですよね。だって普通に日本から一人で戻ってくるのに比べたら全然大変だったと思うんですよ。でしかもまだ僕たちあれなんですよ、カンボジアでは席入ってないんですよ。あ、そうなんですか。はい、そういうちょっと事情もありまして、それはカンボジアでも籍入れて日本でも籍入れるっていう形にしないといけない。普通だと大体日本で籍に入れたら大使館なりに持っていったら向こうの国でも入れてくれたりするんですけど、はいはい、ちょっとカンボジアが特殊でなかなか外国人の男性と結婚するっていうのが難しい状況なんで。そうなんですね。それ、はい、そういうのも説明する書類だったりとか準備しなくちゃいけなくて、うん、やっぱりそれでしかもその申請するときに向こうで結婚してないのにほんまに連れてきて大丈夫かっていうのがやっぱり聞かれるんで、あ、でその今回その自分が行ったその入管、はい、入国のするとこの、うん、
はその初めてだったらしいです。事例が向こうで結婚してなくて、あ、そうなんですね。はい、今回のまあ四国では、あ、四国ではね、うん、高松のタウンでやったんで、はい、そこら辺館内ではまあ初めてってことだったんで、まあその担当の、まあ、方からもちょっとどうなるかわかんないとは、配偶者のビザが降りるのがどうかわからないとは言われてました。やっぱ前例がないんで、まあ前例がないことに弱いですからね。はい、他の地域では多分ポツポツとあるんですけど、やっぱりそのここら辺ではないってことだったんで、徳島香川県ら辺では。でもまあそれもこう乗り越えて、さっきカンボジアでもこう生活して、またカンボジアに戻ってみたいっていうふうにおっしゃってたけども、はい、それはやっぱり奥様のことを考えるとそういうこともあるかなっていうところですかね。そうですね、やっぱ一番はそこですね。うん、まだ例えばカンボジアでプレーもしたいですし、うんうん、それがまた他の違う国でも、うん、まあ、プレーもしてみたいですし、うん、ただ日本でプレーするとなると、うん、サッカー級だったりプロとかという形ではビザが降りないんで、うんうんうん、正直、まあ、それは例えば JFA なり JSA なりカテゴリー上げて、うん、まあ、プレーもしたいんですけれど、うん、でもちろんもう一回 J リーグでやりたいんですけど、うん、例えばまあ J3J2 の月そんなにはまああんまりもらってないぐらいだったら多分ビザが降りないんで、うんうんうん、そうかそうか。そうすると、はい、まあサッカーでやっていこうとしたら、まあ、むしろ外国の方がそのチャンスは広がっていて、まあそうですね、ということなんですね。はい、荻野選手がこうこのタイミングで日本に戻ってこようっていう決断したのは本当大きな決断なんですね。すごく。そうですね、うん、一応カンボジアでもまあブログには書いてたんですけど、続けようと思ったら続けれたんですよ、そこのチームで。うんうんうん、一個代理人がまあ間に入ってぐちゃぐちゃになったんですけど、はい、あそこでやろうと思えばできたんですけど、うん、やっぱりそこでやる1年やるよりかは日本で帰った方が絶対自分たちが成長すると思ったんで、うん、じゃあもう大変なのはもう間違いないと分かってたけど、こうやってみようと、やってみようと思いました。これ最後なんですけど、はい、小井野選手、京都じゃないですか、ご出身の。はい、はい、ご家族の方は、はい、小井野さんのいろいろなこの人生の歩みっていうんですかね、はい、それをどういうふうに言ってらっしゃいますか。基本はまあでも僕の思った通りにはやらせてもらってる、うんうん、でやらせてもらってますし、応援もしてもらってます。まあさすがに最初ちょっとまあ結婚するって時はちょっとびっくりされましたけど。いや、びっくりはしますよね、それは当然。はい。うん、はい、まあ、僕もしっかり親に、まあ、説得ってわけじゃないですけど、しっかり説明して、うん、まあ、こういうことがあったからってことで、うん、まあ、いろいろ助けてもらったしってことで、うん、それで一回、まあ、紹介、うん、親にしっかり紹介したら、まあ、OK もらえたんで。よかったですね、それはね。はい、じゃあやっぱり基本親は応援してくれてますね、自分の人生を。いやでも、はい、まあ、29歳だからまだまだね、いろんなことができる年齢だし、はい、プレイヤーとしてもそうですけれども、おそらくそのお父さんお母さんからすればすごいエネルギッシュに見えると思いますよ、荻野さんのことが。やっぱりまあ自分の息子だけれども、はい、なかなかすごいねって思いながら多分見てるんじゃないかなと思いますけれどもね。うん、ありがたいですね。親も僕が最初、うん、去年の最初にやっぱサッカーやめようかなとか相談結構してたんですよね。うん、そしたらどちらかといったら親はもうサッカーはもう絶対やった方がいいってことで。あ、そうなんですね。はい、うん、むしろ続けてほしいってことで、うん、やってほしいんですよね。はい、うん、はい、まだまだ見たいんですよ多分。そうですね、しかも久しぶりの日本で試合にそうそうそう、行ける、京都だったらね。そうですよね、うん、しかもこの前のチケットの金沢の時も、うん、近いから、まあ、見に来てくれたんで、うん、はい、京都で、しかもうち京都の北部の方なんで金沢だったら近いんですよ。そうですね、はい、なんで金沢だったりもうやっぱり多分親も日本に帰ってきてなんだかんだ喜んでるのかなとは思ってます。いや、それはそうですよ、うん、はい、今ちょっとね、お会いできないかもしれないですけど、
徳島なんてね別にすぐ行けるし関西圏からそうですね、うん、はい、まあ、金沢ではねあの高原選手と対戦した試合に、ね、あれはもうね一歩も動けなかったです。膝から崩れ落ちました。予想しました。あれはいやもう高原選手がもうこっちに背中向けたんですよ一瞬、うん、もうその時点でもシュートはないと思いましたから僕は落とすと思った。もう落とすと思いました、うんうん、はい、ヘディングか胸で落とすと思ったんでもうあもうないなと思ってもう切ったんですね、うん、自分のプレーをそこで、うん、そしたらバチンときたそしたらバチンときたんで僕はもう一歩も動けずもうこうやってガクッと落ちて、もうあれはすごかったですね。ほんまにそうだ、あのゴールキーパーが荻野選手だったんだって改めて、はい、この2、3日で気づきましたよ確か。あれですか。うん、はい、僕はあの試合もちろんあの金沢にいなかったから見てないですけど映像では見てたし、はい、何度もあの映像を見たので、見てるんですけど、まあ、やっぱりゴールキーパーが誰かまではこう顔までは分かんないから、あ、そうだ、荻野選手だったなと思って。確かなんかこう、そういう風に言ってましたよね、はい。高原選手に決められたオーバーヘッドがどうこう。決められました。あ、そうだ。この前のテレビでも映ってました。高原選手と、3人ぐらいで対談してた、はい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 、テレビの番組が。そこにそのシーンが出てきた。そのシーンが出てきた。そのシーンが出てきたぞっていうのを、友達から言われて。見たらやっぱり動けてないなと思って、うん、今日あのシュートの位置的には取れなくもない、うんうん、多分普通のショーペンからのシュートだったら取れるシュートなんですよ、うんうん、だけどそのタイミングというかそのモーションというかその、ね、予備動作がシュートの予備動作だと思ってないから。そうですよ ね、うん、まあ、そうですよね。ある意味で一つこう思い出にもなりますよね。いや思い出ですわ、秘訣の。ほんまに。ね、まあ悔しい大会だったと思いますけれども、こうやって今日1時間ぐらい、荻野選手と話させていただいて、はい、まあ、荻野選手は、まあ、大丈夫だなと思いました。大丈夫だなっていう、僕が言うのもなんですけど、大丈夫だなっていうのもなんですけど、うん、まあ、大丈夫だなっていうと無責任ですけど、私もブログをやっているのでこう文章を書くっていうことで自分の頭の中のことが整理してないと書けないじゃないですか、ある程度。まあそうですね、はい、書くの難しいですよね。難しいじゃないですか。で、そうなんですよ、はい、整理整頓されてないとはい、キーボード進まないじゃないですか。そうですね、ね、で多分そういう意味で荻野選手は多分自分の考え方っていうのをこうあのブログ を見るだけでもこう整理しながらこう進めてる、もうあのクレイジージャーニーの一面もあるんだけど、でも一方ではやっぱ結構冷静にこう自分の、まあ、そう、はい、うん、判断をしてるっていうのが感じられたから、でクメール語を勉強して1ヶ月続いてるっていうのもまあ、はい、今度クメール語で一回ブログ書いてみたらどうですか。いや前考えたんですよ、クメール語頑張ってクメール語ブログ書こうかなと思ったんですけど、はい、すぐにじゃなくてもいいんですけど、例えば、はい、日本語でブログ書くじゃないですか、はい、まず日本語でブログ書くじゃないですか、でその下に、はい、全部それを翻訳してクメール語をつける、あ、はい、うん、そうしたらもしかしたらカンボジアの人がそれを読んでくれるかもしれないですね。そうですよね、うん、考えたんですけどね、ちょっと、うん、なんか調べたらなんかクメール語は対応してなかったんで、あ、その文字がね、それでやめたんですよ。そうかそうか、はい、そうするとまあそうね、そうちょっとそれは難しいかもしれないですけど、例えばじゃあなんだろう、まあ別に無理やり違う形で多分、うん、例えば、はい、画像データにしちゃってもいいですね、そしたら、ああそうですね、うん、で、あ、そうですね、文字検索はしてもらえないけれども、どっかにそのクメール語で書かれていることが分かるようなことを英語とかで書いておいて、でただそれが表示が文字として表示できないから画像データにしてわーって翻訳する、絵で見てもらえれば
あ、それいいですね、和装で。うん、で、しかもそれを、思いつかなかった。それを、あの、荻野選手が自分で書いたらもっといいかもしれないですね。それは面白いですね。面白いですよ。なんか、うん。なんかちょっとブログまた書く気がちょっと生まれていたかもしれない、うん、最初は全部じゃなくてもいいから、あの、すごい大事な部分だけ、はい、太字に、はい、太字にしてる部分とかだけ、こう、そこをこう、クメール語にして。それ面白いですね。うん、ちょっと書けるように、もうちょっと勉強頑張ります。ぜひぜひ、あの、すごく楽しみにしてますし、はい、おそらく、荻野選手、すごく明るいキャラクターなので、いやですよ、明るいですよね、やっぱり。いや明るいですよ。ぜひ、本当に直接お会いしてね、ゆっくりもっとお話できたらいいなと思うし、はい、プレーを、ね、まずは見たいですし、直接ね、直接ね、うん、楽しみにしてますので、奥様にも、こう、よろしくお伝えください。今、横にいます。うん、美人なカンボジアの美人な奥様に。